アりがとうごこんにちは。こです。それでは今回なんですけども、三社合同キャンペーンお得な組み合わせ、あれとこれを組み合わせればお得にということで、現在ですね、セブンイレブンで絶賛開催中の三社合同キャンペーンなんですけども、この動画を見ていただいている視聴者さんは今回のキャンペーンを今楽しんでますでしょうか今がですね、この三社合同キャンペーンと、とあるサービスを組み合わせたら一部の商品がちょっとお得になる方法が、Twitter の情報からありましたので、早速シェアしていこうかと思います。 今回紹介するサービスは大きくかけて2つありまして、まず1つ目はこちらの楽天パシャというサービスですね。まあ僕の動画でも一度取り上げたことがあるんですけども、この楽天パシャというサービスが結構面白くて、まあ簡単にどんなものかお伝えすると、レシートをパシャッと送ろうということで、まあこの楽天パシャの中にある対象の商品を選択して、お店で購入します。 そして、そのレシートをそのサービスの中で送信をします。そして、そのレシートの審査が通れば、後日楽天ポイントがもらえるというサービスですね。まあ、例えば、セブンイレブンでもありそうな商品をピックアップすると、まあ、こちらの小腹サポートの3種類ですね。もちろん、あの、お店によってないところもあります。こちらは150ポイントもらえます。楽天ポイントが。いいですよね、これでも。 あとは、お酒だとほろ酔いで5ポイント、そして、乳酸菌のチョコレートで5ポイントなどの商品によっては可愛いポイントしかもらえないものもあります。現在、この楽天パシャでは、この声優、そしてサニーのキャンペーンもやってまして、こちらの飲食料品などのキャンペーンもやってるので、普通に楽天パシャを私生活で使う分としてはかなりお得なのではないのかなというふうに思います。 で、この楽天パシャに関するちょっとした注意点なんですけども、レシートを必ずもらうことが大事ですね。そして、商品によっては終了している可能性もあったり、あと、もらえるポイントは期間限定ポイント、そしてもらえるのは翌月の25日前後に付与されるという感じですね。まあ、このサービス自体はスマホでしか使えませんのでお気をつけください。そして最後二つ目ですね。こちらご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、テミテというサービスご存知でしょうかこれもまた面白いサービスでして、まあ、若干楽天パシャ と似ているサービスにもなります、まあそもそもこの手見てとは何ぞやということなんですけども何かしらの体験をして報酬をもらうことができるサービスですねまあいわゆるモニターとかに近いですね 報酬がもらえるまでの流れなんですけども、ざっとこんな感じです。まず、テミテというアプリがあるので、そのサービスの中で何か自分が体験したいものを選びます。次に商品を購入したり飲食店で食事をしたりします。そこでレシートをもらって、そのレシートをテミテに送信して、SNS に投稿などを行って、テミテが審査を行います。そして、審査が通れば無料送金アプリのプリンを通じて、報酬がもらえるという仕組みになってます。ちなみに今朝僕も早速テミテデビューをしてきまして、僕のツイッターフォロー されている方であればお気づきの方はいらっしゃるかと思いますセブンイレブンに関連するものがアイスがあったのでそれを例にしてお伝えしていこうと思いますでまず丸 ① 番この小売店にてアイスを選択して利用手順 A というところをタップしますこれはもう手見てのアプリですねそして丸 ② 番その商品ごとにルールがあるのでそれをしっかり読んだ上で利用するをタップしますそして丸 ③ 番セブンイレブンにて アイスを購入します。これは三社合同キャンペーンの100円還元を利用して PayPay ペペで購入したものになってます。次、丸4番。レシートを撮影して手に手に,手に送信と。そして、丸5番。次は自分の SNS。まあ、Twitter だとこんな感じです。まあ、今朝の僕の Twitter ですね。まあ、Instagram とかでも大丈夫です。そして、これが終わったら、丸6番ですね。投稿完了というところをタップして、OK ですね。 そして、丸七番、審査が通って報酬がもらえるという流れになっています。そして、右の部分見ていただきたいんですが、まあ実際どれぐらいのお金を払ったのかとか見てほしいんですが、まず、右に出てる通り15、151円のアイスをセブンイレブンでまず購入して、3社合同キャンペーンを適用して、ペイペイでまず51円になります。そして、手見てを通して100円還元をもらったら、 実質プラス49円という不思議な現象が起きてしまうということですね、まあ、普通に考えてお得ですよねそしてこの手見てに関する注意点なんですけども3つありますまず1つ目はルールをしっかり確認するということです手見ての中にあるサービスごとにそれぞれルールが違うので例えば SNS のフォロワーが50人以上ですとか支払う金額が何円以上ですとか色々いろいろあるのでしっかり読んでください、まあ、何か1つでも欠けてしまうと、まあ、報酬がもらえないっていう可能性もありますなので間違う わないように見ることをおすすめしますそして2つ目は無料送金アプリのプリンが必要ということでこれは報酬が現時点ではプリンを通じてもらえるので、まあ、事前にインストールしておくことをおすすめします。 そして三つ目は人数に限りがあるということで、これは全員が全員できるわけではなくて先着順なのでお気をつけてください。まあ、手見てに関しては今回のセブンイレブンの三社合同キャンペーンと組み合わせるのもいいですし、他にも普通に使って飲食店とかでもアマゾンペイを使って決済をしたり、プリンで決済をしたりといろんなサービスがあるので、インストールしてじっくり見てみるのもいいのかなというふうにも思います。まあ、そんなこんなで今回は三社合同キャンペーンを組み合わせて使う方法ということで、楽天パシャ、そして手見てに についいててお伝えさせたただきましたぜひですね、ガイの商品がセブンイレブンにあればうまく組み合わせて使ってみるのもいいのではないでしょうか。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。